次のマカシカン、これがまあ最重要なんですよ。マカシカンというのは何かといえば、マカはこれも大ですね。マカ、マカ不思議っていうのは大いなる不思議っていう意味で、マカ不思議というわけですね。マカだから音訳、あ、意訳すれば大、大きな。で、死とは心の散乱を防ぎとどめる情を意味し、マカ死、死観ですね。で、観とは心が自らの心を含めて万物の実相を正しく感じ照らすところの絵を意味しますと。すなわちそこにおいて迷いを破り悟りを開く実践修行が損するのでありますと。まあこれはまあ天台大師の時代ですからね。そこであくまで法華経を基準とし根底として法華経の経に照らして天台大師がその修行門を実際に示したのがマカシカンという書物であります。まあ言ってみればあれですよ、悟りを開くこのノウハウの書物であると。だから本当ならばマカシカンを本当に純粋に徹底してやれば当時の人は万民が仏になれたわけですね。作新成仏の境界に行けた。ところがですよ、この芸家がおっしゃるには当時悟られたのは天台大師一人で、他の人はマカシカンがあったんだけど悟りにはやっぱり到達できてないとおっしゃってますね。で、ごく簡単に言えば、うん、これはなかなか膨大な内容を持つものでありますが、ごく簡単に言えば法華経というものは仏の最高の教えであり、その教えに基づいて自分自身の生命を正しく感ずるということが実践修行門としてのマカシカンでありますと。で、このマカシカンは実感あり、五略十行といって最初に大衣装というところから始まって、まあ、この大衣装というところにほとんど全てのこのマカシカン、つまり天台大師が、述べようと思った概略は全部述べられてるんです。これがあるからよかったんですよ。天台大師は途中で止まって亡くなられてるから。で、後のものが未完なんですね。でも、この大衣装、すべてのことを大づかみに解いてくださってるから、残った部分の7、8、9が分かるってことなんですね。で、まあそういうことを、ここまあちょっと覚えておいて読んでいくと分かりやすい。で、第2に、この釈明、まあそういう章があると。で、第3に検体と。第4に消防。第5に偏縁。第6、方便。第7に召喚。等。で、あとが8、9、10。というのは欠落してるわけです。で、その10章の降格があるのです。天台大師はこの10章のうちの第7、召喚章の中で、音入会経以下、10の経が示される中の第7番目の初見経という経を解かれた後、それ以降はおときにならなかったのであります。その後の第8章、家宝、第9、帰経、第10、四季という章は、五略、さっきの冒頭ね、五略実行と思い出してもらえばいいですけど、この五略、すなわち第一章、大衣章の中の1、発大神、2、修大行、3、寛大化、4、列大網、5、紀大書における3番目、4番目、5番目の内容がそれぞれ簡略ながらこれに当たるのであります。それを実行の方ではもっと広く解くという意味のものですから、それが解かれていなくとも第一章の大衣章の中の五略に解かれておるためにその内容は大体わかるのであります。まあそうですね、今説明した通り。そして一番大事なところは第七章、召喚章というまさしく法華経の経をもって人々の心を正しく感ずるというところであります。その実際の修行の大事なところは何かと言いますと、ここからですよ。一年三千ということであり、第七番目の召喚章というところに来て初めてそれを解かれたのであります。そこのところの門を、今ここで大聖人様は、末法の肝心の本尊章を表す上の便宜上、便宜においてお上げになっておるのでありますと。この冒頭の今日一番最初に読んだ、マカシカン第五に湧くと。それ一心に十北海を愚すっていう、ここですね。